新平家物語第490回。講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。朝の吉水。木の量の友時は幾日か。我が家にも帰っていない。用のあるなしにかかわらず、ここの優勝を離れなかった。 九州重衡の押し込められているやれみ堂の中庭を隔てた下屋の板縁を借りて終日でも動かないアマガエルのようにぽつねんとただかしこまっている。警護の土肥の家来たちがその根気よさに呆れもし笑いもして「守りは俺どもがしておるし別してお声もかかる前に何でもの好きな一人りのいなどしているのか」。 とからかい半分に聞くと友時は推しのように抱いていた感情をふとまぶたに赤くまばたかせてぼそりと答えた。 受けたまわれば、九主がここにおいである日もあとわずかとのこと、なんとしてもお名残はつきません。それに、目のわらべ一人かしづくでもないとらわれの御身、どんなにお心細いことやら、手前はただここにいたいのでいるだけのことでございまする。ご敬語のお許しもなく近づきまいらすようなことは決していたしませぬゆえ、鎌倉へお下りの朝までは、どうぞ お聞くださいますようにこう聞いてからは敬語の者も皆見て見ぬふりして放っておいた。今は淵を受けてもいない九州なのにと友時の心をむしろ不憫なった。朽ちた橋廊家と小壺のしだれ桜を隔てて向こう側に昼も古すだれを垂れ込めたままな夕書の一間が見えた。 友時の方からうちは見えないがうちからは友時の姿も見えているだろう。夕寒い頃にはママ軽いしわぶきがそこから漏れる。夕書の掟をはばかってか重平からも彼を用事で呼ぶことはなかった。けれどうれしいぞと受け取って無料の思いをしたことではあろう。 子飼いから目をかけた果汁や都の地気も随分あったが日頃ろくに大事にもしてやらなかった飯継ぎの小物にかえってこんな実意があろうとは知らなかった今となって意外ともすまないことであったとも心でわびているに違いない先頃須磨の浜で源氏に囲まれた時のことも思い出される目のとこのご投票へ森永も一緒に落ちていたのだ ところが重衡の馬が矢に倒れるや森永はなお鞭を打ち続けた馬を失った主人から自分の馬を求められるのを恐れたのだ重衡が呼んでも見向きもくれず年来の主君を捨てて逃げ落ちてしまった聞けばその後藤兵衛は近頃小中の北京の御家山のもとに身を寄せているそうだが重衡の中将から受けた長年の恩耕を知っている都の者は皆 つらの皮の厚さよと憎んで相手にもしないそうであるそんな人物と友時と人間的に比べれば雲泥の相違と言ってよいまこと目のない主人は自分であったと重平は下屋の縁の片を見やるごとに過去の自分が恥じられたおい木殿お呼びだぞ早く行け もう明日は中条殿の鎌倉を送りここも今日限りという日の朝だった警護の者からそう言われて友時は慌て気味にいつもの板たを立ったそして優書へ行く渡りの口へかかろうとするとまた後ろで「違う違うお呼びになっているのは同日の殿だお主の九首ではないわ」と武士たちが笑った あどぎまぎしながら彼は一人の家来について土サネ実平の刈屋の方へ導かれていった叱られるのではないかあるいは都立ちの準備の邪魔消えてうせろと追われるのではないか実平の前に出るまではおどおどしていたが思いのほかな実平の言葉であった。 かねて中条殿から願いの儀が作友義経殿のご一存でお許しとなった。ついては早速使いに立って中条殿の会いたがっているお人をここへご案内申し上げてくるがよい。そのお人とは東山義水の草案におられる法然承人である。明日とは待てないにわかなことぜひにとおすがりしてもお連れ申してくるがよいという言いつけなのだ。あ,あ。 ありがとう存じます友とも時は小躍りして出て行った。重平の望みはとも時も聞いていた。けれど、旅商の境遇では身勝手なご面会など許されるはずもない。たぶんそのお望みは無理だろう。そう諦めていたところなのである。五条大橋へ出ては遠回りになる。少しでも早くととも時は川の浅瀬を拾って東へ渡った。そして、吉水へ来てみると。 朝というのにもう草庵には人がいっぱいだった。前室の濡れ園にも周りの庭にも素朴な男女が満ちあふれていた。芝垣越しに外に佇たずんでいる人々までが声も立てず草庵のうちの一点に皆心を間向きに向けて他念もない一世界を作っていた。ああこれは折りが悪い。今日は商人のご褒美と見える。 是非ももなく彼もそっっと庭の内へ入ったそして大勢のいるむしろの端に座って半ば物珍しげに様子を見ていた草案は水屋や広宴を除けばわずか見間ばかりの小屋でしかないやり戸も明かり障子も払わせて一堂の広さには取ってあるけれど寺らしい聖言具や金蘭の光など何一つなかった。 また前室の中央にも別に段の儲けがあるわけでもない。ただ畳一条を少し奥の方へ敷かせ、幾間かの巻物を京机に置いて、それを前に口ちば色の方へを着た年五十絡みの健康そうな坊さんが手に年中をつまぐりながら熱心に飽和を続けているのが見える。あのお方かと友時も見守った。 近年、吉水の噂は高い。永山の黒谷を出て分かりやすく浄土への導きを解き、異行道の新しい教義を庶民の中へ持ち出した、時の救い主としての法然の名をどこかで耳にしないことはなかった。が、友時はついぞここへ心を惹かれたこともなく、そのごぼうを目の当たりに見るのも今が初めてだった。 この人が今世に聞こえている商人だろうかひょっとしたらお弟子かそうも疑われるほどどこと言って変わりのない一僧侶に過ぎないように初めは見えたけれどしばらくその人の法話へ耳を貸しているうちに友時の瞳にもそんな逆しげに他を探る色はなくなっていたいつの間にか彼もここの一世界の柿のうちに抱かれていた およそこれまでの急極の商人や赤学の法話というと仏典の言葉が生のまま羅列されただありがたそうに語られていく誰にも分かりはしないのであるその分かりもしないものを三下奮行にくるんで世の貴族たちやその子女を随記させていたにすぎない 一生の貧苦を羽生の小屋に結びつけられ戦乱と飢饉にさまよい少し置や旗に働いていればまた別な軍隊や権力がやってきて稲子のように脳を枯らしてしまうようにあえいでいた庶民にとっては救われるなどは愚か呪いの仏教でしかなかったそんな中に吉水の商人だけはもともと 釈尊の教義はあなた方を救うために説かれたものだ。まことの物心はあなた方の中にあると言ってくれるしまた難しくはない。ありのままただ念仏だけをお唱えなさい。悪人その人もそのままでよいといちいち不思議なことを言う。 少なくもこれまでの永山や南都の宗教だけが宗教と関連づけられていた人々には不思議な声にそれは聞こえたしかし諦めのもとから何か各ののの生命は励みを与えられ精神な風に吹かれる気がした「生きよう」と思い直しこんな世の中に生きつつも浄土に住もうという考えになるらしかった そういう評判を一切ならず友時も聞いていた「なるほどわしなども思い違いしていた一人か」「法話の中途からではあったがもう友時にすらいろんな反省が湧いていた物者老角のあの荘厳がいかに本当は無慈悲な華麗に過ぎないか」 そこに救う僧侶は仏陀を飾り物にしてまことは仏陀が最も愛している可憐な庶民を検問や部門と共に争ってただ食い物にしている図書の群れに過ぎないのではないか彼は何か悲しくなり浅ましくなったそれと等しい世の虚偽の中に自分も菅の子役人として生かされているものだと気づいた だから常になんとなく不安なのだ。一つ本当に安心して生きる生き方を考えてみなければいけない。家には妻子もあり、そろそろ年も年だし、などと思いつつ、羽化と法話に聞き入っていた。が、ふとそのうちに急養を帯びている身を思い出した。法話はいつ発べしとも見えない。彼はにわかに落ち着かない目で辺りを見た。 聞き入っている男女は有無を知らない体である。友時は立って鏡越しのままそーっとそこを抜け出した。そして草庵の栗屋の方へ回っていった。流し元の桶へ駆け火の水がすがすがと落ち、日をあふれた水がささ流れを描いてゆく。流れをまたいで彼は家を覗き込んだ。が栗屋の板の間にも相続の男女が七八人も耳傾けて座っていた。 中に法然の弟子の感性や真空などもいた軒下の人の気配にその真空が振り向いて「どなたじゃ何か御用か」と小声でとがめた「は」と友時はすぐ片膝を落として彼もあたりを妨げぬほどな小声で言った「折り入ってのお願いのため昨今 堀川の御堂におられる猿る御方の使いとして参ったものでございまする。司祭を申し上げねばご得心もなりますまい恐れ入りますが軒の外までちょっとお顔をお貸しくださいませぬか。 高年承認ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ